大規模地震を想定した県の総合防災訓練が浜松市と湖西市をメイン会場に行われました。この訓練は南海トラフ巨大地震により県内の広い範囲で震度7を観測、沿岸部へ大津波が襲来したという想定で行われました。湖西市のこちらの会場では倒壊した家屋にいる要救助者を災害救助犬が捜索する訓練が行われています。昨日湖西市の会場では自衛隊や警察、消防らが連携した実動訓練が行われました。人命救助訓練のほか、負傷者をヘリに乗せ災害拠点病院へ航空搬送する訓練も行い、各機関の密な連携や対処方法を確認していました。一方、浜松市の会場では将来の地域防災力を育てようと市民参加型のイベントが開催され、備蓄の確保や家具の固定の呼びかけのほか、非常食のアルファ化米の試食が行われました。また会場では高校生が考えた防災ゲームの体験も行われました。楽しみながら考えてもらったことを実際起きたとき、災害が起きたときも生かしてもらえたらなっていう狙いです。今年の総合防災訓練には浜松市と湖西市ではおよそ2万人が参加し、自助、共助、公助について連携や知識を深めていました。